見学してきました。結構テンション高まりますね。やっぱこのエリアは、このエリアはいいマンション作ってくれるんですね。いいマンション、かっこいいマンション作んないと売れないエリアなので、かっこいいマンション作るっていうところで模型等々ですね確認しましたけども、やはりプラウド駒場マスタービューレジデンスに負けないようなものは作ってくれています。ただもちろん気になる部分もありましたので、そこは客観的に私なりに語っていければと思います。まず南側の雪道部分の電線なんですけども、もちろんこれは行政ベースにはなりますけども、地中化の予定はあります。道自体を整備する予定とのことです。そして賃貸棟の方なんですけども、もちろん分譲と賃貸なので事業としては別なんですけども、デザインは同じ方がされていると。なので完成すると一体感があると。で、一体感があるといっても、外観デザインは賃貸棟の方はもう住友のような黒系になるのに対して、今回の分譲棟の方はどちらかというとベージュ系になりますので、まあ、逆にそのメリハリが完成するとかっこよく見えるんでしょうね。そのデザインの素人目線からするとこんなに色違って大丈夫なのかなって思っちゃいますけども、逆にそれが映えるんでしょうね。で、エントランスのアプローチに関しては、風除室をそこまで奥まっているものにしたりとか、車寄せがあるとかではないんですけども、246側から賃貸棟のところの部分のですね、歩道の部分を、まあ、そこがなんかもうアプローチみたいな形になって、そこからちょっとこう上り坂になっていくので、分譲棟に住む方はなんか吸い込まれていく。なので先ほど私建設周辺レポートの方で、行動ルートよりも病院の郊外空地の横のところですねを通る方がいいとお伝えしたものの、なんか賃貸棟のところのと分譲棟のところのアプローチが完成すると、あえて行動ルート通りたくなっちゃうような、なんか動線になるかなとも思いました。外観デザインに関しては、今回は南側のみですけども、逆張りアウトフレームです。私大好きでございます。で、よく逆張りアウトフレーム工法のデメリットなんですかっていうふうにですね、こうコメント等でですね、いただくことあるんですけども、もちろん逆張りには逆張りのデメリットがあって、分かりやすいところでいくと、逆張りなのでコンクリートを外に出すので、まあそれもコンクリートをまあちょっと手すり代わりにするっていうところで、順張りになるとバルコニーのですね、下から上までこう透明のガラス手すりになって、リビングで座っても視線で眺望が抜けてくるっていう風にですね、設計しやすいんですけど、逆張りの方はどうしてもですね、コンクリートが当然外に出るので、それを手すり代わりにするっていうのがまあ基本にはなってきますので、ちょっとリビングで座った時に外を見ると、まあそのコンクリートがあるみたい。ただ今回はどちらかといえば低層マンションになりますので、で眺望も分譲棟の方は比較的遠く前ですね、前立て気にならないんですけども、タワーマンションのような眺望ではないので、透明ガラス手すりでなくてコンクリートになってしまってるっていうところは、そんなにマイナスには感じないんじゃないかなと思います。で、逆張りになって、今回は隣とのですね境もコンクリートになってますので、部屋の一部分はですね、いわゆるダイレクトウィンドウにして突き出してますので、その分バルコニーは狭くなっちゃうので、まあ、室外機等を置くと、特に 4LDK なんかだと、まあ、基本的に4つ置かなきゃいけないので、まあ、1個は重ねる感じになるかと思いますけど、ちょっと室外機置くと狭く感じるかもしれないですけども、バルコニーはですね非常にプライベート感あるものになると。で、逆張りアウトフレームなので、築年数が経過していっても結構重厚感があるので、まあ、これも一概に言えないんですけども、築20年ぐらいの逆張りアウトフレーム工法のマンションを見た時に、パッと見で築20年に見えないっていうことが私は多いなって感じます。ちょっと残念ポイント、車寄せないんですね。このエリアになってきますと、タクシーを呼んだりとか、タクシーで帰ってきたりっていう方多いですし、今回
価格帯としては、まあ、坪単価600半ば行くマンションですので、まあ、70平米を買おうとすれば、まあ、1億4000前後とかこうしてくる。まあ、いわゆる高価格帯のマンション。もう奥をしっかりと超えてるマンションなので、どんな人が住むかってなった時に、やはりタクシーを使う方ってのは、まあ、やはりそこそこ多いっていうのはですね、まあ、容易に想像はこう、できてしまいますので、その方たちからしますと、じゃあ例えば246の方から帰ってきた時に病院の側の歩道で降ろされて、そっから渡って部屋に入るっていうのどうなのよっていう、そう思ってもこれはおかしくないことだと思うんですね。車寄せがあればそこで一旦車寄せに入ってもらって、もう自分の敷地から安全に、そして雨に濡れず快適に部屋へ行くと。それが今回はできないんですね。で、風除室を抜けると、ここからテンション上がるんですよね。手前は1層なんですね。風除室抜けて手前1層なんですけども、そっから先が2層吹き抜けになります。で、今回、土地の形状っていうのもあるんですけども、いわゆる1階部分には、住戸はないです。なので、ホールを結構広く取れてまして、結構低層マンションになってくると、ホールをあんまり広く取れないっていうのはよくあると。まあ、1階住戸を作りたいっていうのはありますので。でも今回は1階15そもそも作ってないっていうところで、エントランスホールが非常に広いんですね。で、途中から2層吹き抜けになって、今回も、これも設計した人すごい。私、もうほんと感動したのが、その2層吹き抜けの部分にエレベーターホールがあるんですね。で、そのシャフトに合わせてなんかこう、伸びていくようなライティングになっていて、で、2層吹き抜けの部分にエレベーターホール、エレベーターを持ってきたっていうこと自体が、わーすごいなってとこなんですけども、あえてクランクイン動線にさせてるんですね。風除室を入って、2層吹き抜けになって、もうエレベーターは見えるんですけども、見えるのは背中なんです。通常であればそのまま正面から乗ってしまうっていう方が、まあ利便性ももちろん高いですし、設計としても合理的なのかなと思うんですけども、今回はあえてクランクインにさせてホールを感じてもらうと。あれすごいですね。で、そのエレベーターホールが上に伸びる、いやーこれうまいな。のでクランクインで入るがゆえっていうのはあるんですけども、15階に着くとそのまま正面が開きます。なのでいわゆるウォークスルーエレベーターです。いやもうなんかもう今もう頭にもうあのエレベーターホールがもうあるんですけど、もうすごい感動してます。あれはかっこいいですよ。そのホール自体もいわゆるギャラリーっぽくなってて、いろんなですね置物等がこう置かれる形になるんですけども、でその横に流れていくですね、こう階段右左それぞれに階段があるんですけども、そこのデザインも非常にかっこいいですし、で実際に上がっていくと途中にカウンターコーナーがあって、まあそこでもパソコンできるかなって、そこはなんかホールをこう望む感じです。なんか駅にあるスタバじゃないですけども、なんかコンコースを望むみたいな、そういう感じのカウンターコーナーがあって、さらにその先に個室は3部屋と、あとはですね壁付けのデスクと、あとは大きいデスクっていうところで、そこもパソコン作業とかで使える、ライブラリーコーナーもあります。そこも非常におしゃれな空間になってます。で、そこはもちろん階段じゃなくてエレベーターでも行くことができます。で、間取りに関してはタワーマンションでよく見かけるような間取り形状となってまして、まあ、全体的にリビングのスパンですねは、まあ、やはりこう全体はワイドスパンなんですけど、どうしても部屋をリビング横に持ってくるので、リビング自体のスパンが広いですってわけじゃないんですよ。あのメニュープランとかでやれば別ですけども、リビング自体のスパンが広いですっていうわけではないですよ。全体のスパンが広いの で今回は南向きが多いので、主寝室も南設定にしやすいです。主寝室、リビング、もう一つの洋室が南向きっていう形になってくる部屋が多いです。基本の天井高は2450っていうところで、その価格的にはどうなのよっていう風にはなってくるかなとは思うんですけども、実際にモデルルームで体感していただくと
非常に感じていただけるかと思うんですけども、先ほどの逆張りアウトフレーム工法が生きてます。まあ、今回ボイドを使ってる、ボイドスラブっていうのはありますけども、下がり点が窓側は逆張りなのでもちろんないですし、その横っちょも極力出ないようにしてくれてます。下がり天井が全く持ってないっていうのはもちろんそういうわけではないですけども、全体として下がり天井は非常に少なめになってます。サッシ高に関しては2100をしっかりと超えてきてます。2200弱ってとこですね。なので、盤上マンションとしては高めにはなってます。タワーマンションとかでも2100がありますので。なので、基本点は2450なんですけども、普通の下がり天井が多いマンションで、基本点2450ってわけではないので、まあ、空間としてはそんなに狭くは感じないかなと。もちろん基本点2600とか慣れちゃってる方だとちょっと違和感はあるかもしれないですけども。で、設備仕様なんですけども、ここは池尻大橋のですね、まあ大橋エリアで検討してますって方だったり、一時取得の方はそんな気にならないかなとは思うんですけども、どうしても私の視聴者様、読者様は中高域で検討されている方が多いっていうところを考えますと、気になってくるかなっていうのが、ディスポーザーがないです。これは坪単価600半ばのマンションとしてはどうなのかなと。仮に新築マンションいらっしゃいっていう番組があったならば、司会者は番組史上最大の椅子こけをしてしまうかもしれない。もちろんディスポーザーっていうのは、あれは便利な設備で、なくたってどうにでもなる。贅沢品です。売れ行きにとんでもなく大きな影響になるかって言えば、エリア柄そうでもないかもしれないんですけども、とはいえ、まあ周りのマンションはついてますし、平均坪単価で600半ばってなれば、でさらに小規模じゃないですから、そこそ100個超えの大きいマンションですので、その贅沢品をつけるべき価格帯立地だとは思ってしまうと。で、この価格帯になってくると、当然気にされる方も多いっていうところで、まあ、そこをカバーするものとして、今回内廊下でちゃんとエアコンも空調も入ってる素敵な内廊下になるんですけども、各階ゴミ置き場があります。まあ、もちろんディスポーザーがあって各階ゴミ置き場があればそりゃ最高なんですけども、今回はディスポーザーはないです、ごめんなさい。でも各階ゴミ置き場でカバーしましたと。まあ、生ゴミありきで各階ゴミ置き場捨てるのどうよっていうところはもちろんあるんですけども、仮にディスポーザーなかったとしないくて、各階ゴミ置き場もなければエレベーターも乗らなきゃいけなかったわけなので、で、各階ゴミ置き場に関してはもちろん匂いは屋上に流しますし、ちゃんと全室もつけてます。まあ、ゴミ回収時にエレベーター1機止めるっていうところ、そのエレベーター回収用の非常用のエレベーターがあるわけでないっていうのはちょっとタワマンとかと違って。まあ、タワマンでなくてもこの価格帯だとちゃんと分けてるとかありますけど、まあ、今回エレベーターは一般のものを一時的に止めてっていう。まあ、回数が回数なのでそんな時間かからないでしょうけど、まあ、ディスポーザーありで、下に持っていくよりかはディスポーザーないけど自分の階で捨てられるっていうところで、まあ、逆に住んでみるとそこは利便性につながるとは思うんですけども、価格帯が価格帯なので、まあ、ついてると嬉しかったかなとは思います。その他の設備仕様に関しては、まあ、周辺マンションと比べてちょっと気になるとしたら天かせがないことぐらいですかね。浴室でちょっと気になったのは扉が樹脂パネルでしたね。あの価格帯だと、まあ、透明か不透明かは選ばせるにしても、ガラスにしてくれると嬉しい単価帯ですね。で、2階部分に別途有料契約のトランクルームがですね、40区画弱あるんですけども、そちらの壁側のとこはコンセントですね、つけれるようになってて、ワインセラーにできるそうです。いいですね。なんかエリア柄っすよね。トランクルームにワインセラーですよ。で、配当計画なんですけども、南と北のサンドイッチでした。ただグラウンドレベルがですね、西に向けてと、あとその北の方のですね、感謝の方に向けてちょっと上がっていくっていうのもあって、北向きの部屋に関しては3階からです。
1階に住戸はないんですけど、その2階部分がの西側がグランドレベル上がってるので、実質1階みたいな感じになります。なんならちょっと半地下風になってきます。テラスとかついてきますし、歩道からはですね、覗かれないようにしっかりとですね、ガラスのものをですね、パネルを設置してくれるんですけども、ちょっと半地下風になってくるのがあるので、なんか2階の西側がなんか実質1階感があります。ただエントランスは1階なので、その実質1階感ある2階の部屋を買ったとしても、エレベーター等で一旦2階に上がる必要はあります。で、北側には40平米を切ってくるような 1L とか狭めの部屋を多めにして、まあそれは来年以降販売ってことです。北側は 3L は確か1部屋しかなかったはずです。なのでもう 3L 狙いだと基本的にはもう南を買うっていう形になってきます。で、北方向に関しては、まあ、若干こう感謝とこんにちはにはなってくるんですけど、まあ植栽もありますのでそんなには気にならないんじゃないかと思います。日当たりっていうのはもちろん、まあ、北なので期待できないですけど、まあ南側の日差しがこう当たってるので反射光とかあるかもしれないですけども、まあ、ただ北もそんなに苦しいっていう感じではなかったです。まあ全然面白い帳簿とかではないですけどね、その植栽があるので苦しくないっていうところです。そして駐車場なんですけども、車寄せは残念ながらないってとこなんですけども、出入り口にシャッターゲートがありまして屋内になってます。1階部分です。作業中雨に濡れないですし、住戸との行き来でも雨に濡れないです。で、今回はターンテーブル利用の横行昇降式なので、タワーパーキングみたいに前で入れてそのまま反転して出てくるっていうようなタイプでないのは残念ではあるんですけども、まあ、屋内っていうところはですね、評価高いんじゃないかなっていうところと、今回すごい。今私拍手してます。心で拍手してます。販売方法がうまいです。今回設置率としては 30% ちょっと切ってくるんですけども、駐車場のほとんどをもう部屋につけちゃってます。もうこの部屋買えば取れますよっていうのをバーッとつけてるので、車、持っていて駐車場マストですっていう方、安心してください。部屋を選べばもう駐車場がついてきます。もちろん希望すればなので、希望しなければ別に他の人に行くだけですけども、なので車持ってて敷地内駐車場マストですっていう方、新築マンションだと今なかなか悩ましいところ物件多いですけども、今回到達さん素晴らしい。これは他の物件でもやってほしい。もう駐車場をつけちゃうのはもうこの部屋買えばついてくるって言われればもうその部屋買えばいいわけですから。で、その一列にバーってやってるんじゃなくて、結構まんべんなくガーってやってるので、自分の好みの間取りの中でその選べるので、なんかいわゆるこうプレミアム住戸だけにつけてるみたいな感じではないので、もちろん高い部屋ほど優先順位は高いので、ハイルーフが欲しいとかだとそういう部屋買った方が安心ですけども、とりあえず駐車場が確保できればっていう方はもうその部屋を買っちゃえば安心っていうところです。これうまいですね。なので第一期それだけで売れると思います。ちょっとその後は逆に不安ですけども、要は駐車場をつけちゃうっていうことは後から買う人がもうほぼほぼもう当たる可能性、余ってるのもそんなないであろうっていう前提で行かなきゃいけないので、ちょっと後々の販売は怖いですけども、最初は非常に買いやすいですよね。特にエリア柄車持ってる方も多いですので、で横行昇降式なので、やっぱ幅は1950ってとこにはなりますけども、全長はちゃんと5300にしてました。5300の1950のノーマルルーフが1550、ハイルーフは確か2100っていうところで、重量も2300だと思う。ちょっとテロップの方に入れておきますけども、まあ、サイズ感としては横行昇降式の中では上の方のものにしてくれています。まあ、全部がハイルーフだとなお良かったですけど、ハイルーフ比率はそこそこ多いです。今回販売方法うまいっすね。これはありがたい。駐輪場に関しては屋外になっちゃいます。ちょっとまあ価格帯的にはちょっと物足りないですかね、屋外になってきますと。でそれに屋外なんだけどもめんどくさいのが、北側のグランドレベル高いところにあるのでエレベーター乗んなきゃいけないですね。もちろん自転車専用ですけども、なんでそれ乗らせるなら屋内がいいなっていうようになっちゃう方はいるんじゃないかなとは思います。
手間がある、手間があって屋内ならいいんですけど、手間があって屋外ってどうなのかなっていうところ。管理費に関しては平米単価で360ぐらいにはなってましたね。まあ今時ですね。まあディスポーザーないですけど、各界ご向きはあるってところで、まあ納得度は高いのかなとは思うんですけども、まあこれは今回のマンションに限らずですし、周辺の方が管理費が安くたって、そっちだっていずれこう上げなきゃいけないっていう状況になってくるんじゃないかなとは思うものの、ただ最近の新築マンションの方が初期設定でもう明らかに改修しに来ようとしていることは確かなので、まあ、現状でいくと周辺マンションよりかは高いです。なんなら許容分もたくさんあってっていうクロスエアタワーよりも高いものとはなってしまってます。まあ、ここはしょうがないですね。総評なんですけども、今回は池尻大橋の中でもいわゆる文京エリアなんだけども利便性も取れると。もちろんプラウド駒場マスタービューレジデンスだって南向きはありますけども、今回はさらに駅に近くて南向き住戸が多いっていうところ、南向き住戸はもう 3L ですね、非常に多くなってますの でワイドスパンが多いので、主寝室もさらにもう一部屋も最高抜群っていうところで、もちろんメニュープラン等でどちらかというとエリア柄、まあ、価格帯っていうのもありますけども、結構こう上の層シニア層とかにも受けるでしょうから、リビング広げちゃいたいっていう人も多いと思いますね。70買って 2L にしちゃうとか、なのでリビングと寝室がもう常に明るいっていうところ、で特にそのシニア層になってくると一概に言えないですけど、ディスポーザー問題もそんなに気にしなくなってきますので、むしろ各界ごまきは便利よねっていうところになってきますので、そしてタワーマンションよりも低層マンションが好きな方っていうところですね。タワーマンションがお好きであれば、もちろんクロスエアタワーもありますし、逆にもっとですね、他のエリアもありますので、で今回もその最高面っていうところですね。で逆にその南からの最高にこだわらない方に対してどうですかっていうのをこう私が聞かれた時に、まあ、あくまで私なりのアドバイスですけども、あ、じゃあ南こだわらないんだったらプラドお茶の水あるじゃないですかみたいな、そういう感じにはなっちゃいます。いや、ただ利便性取りたいだけだったらプラドお茶水の方が安いですよっていう。でもプラドお茶水のウィークポイントなんですかっていうと、南の最高に非常に弱いっていう、なんならもう壁ドン状態な部屋も多いですし、東向きなんかはこんにちはですし、でも利便性っつったら全然池尻に負けてないので、文京区っていう中のザ・文京区っていう立地ではないですけども、なので私の視聴者様読者様でシンプルにもう利便性ですっていう、でかっこいいマンション、いいマンションなんですかって言われたら、今分かりやすいところでもパッとこう浮かぶのはプラウドお茶の水ですね。あそこはもうそういった面では南とかのこの日当たりとか帳簿の抜け感さえですね、飲める方にとっては非常に美味しい出物なので。でも逆に今回のブリリア目黒大橋気に入る方は、いや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 、もうあの壁ドンとかあの日当たりのなさ無理です無理ですっていうところなので、プラドお茶の水も全く日当たりがないってわけじゃないですけども、その南からの抜群の最高ってわけではないので、なんで今回もそこにつきますね。ただ利便性を得たいですだけだったら本当プラドお茶の水行けばいいので、あとはまあ抽選ですけども、グラン3番町26のあの安い部屋ですね。私もあそこ駐車場取れるなら絶対買ってたんですけどね、あそこの部屋はちょっと駐車場厳しそうっていうところで諦めましたけど、あれは絶対買いですので、まあ、シンプルにその南の最高にこだわらずに利便性っつったら全然都心入っちゃえばいいわけなので、プラドお茶の水とグラン3番町26の安い部屋に行けばいいんじゃないかなと思います。ただ今回はそれらでは得られないような南の最高もあるわけですよ。これ非常に難しいんですよね。例えば私がおすすめしているブランド牛込柳町だって、やはり南面はなかなか難しい状況になってますので、他にも利便性だけで言えば価格帯含めて全然代替案はあるんですけども、やはり南向きでワイドスパンでっていうのが、これがなかなか、しかもちゃんと前がある程度抜けててっていうところで、しかもそれが守られやすいってなっちゃうと本当限られちゃうので、そういった方にとっては非常にいい出物です。利便性重視したいです、都心に寄り添いたいです、かっこいいマンションが欲しいです、そして南の日当たり絶対欲しいです、そういう方に会ってきます。賃貸と合わせて完成が楽しみです。
ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも記者さんが本当にありがとうございます。記事の方を同時公開しております。動画の概要欄に記事の URL を貼り付けておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。